ムーン、前回の追加プレイしていきましょう。さて、とりあえず朝になったんで、釣りの餌だけ回収して一回寝ようか。その方がいいね。結構あれだね、もう2周以上ぐるぐるっと回れるぐらいに。2周以上 ?1 周か。とりあえずついでにね、トットテルリの、骨というか、魂これもどうやって手に入るんだろうな。なんかありそうなもんなんだけどな。で、ここになんか鳥の羽が散らばってんだよね。なんかある？ん？おお。お昼にしか見ることができない貴重な鳥、旋回しながら獲物が来るのを待っているらしい。あんまり。どっか、真ん中にいたら降りてくるとかある？あんま悠長なことできないんだよね、今。今そこまで自由じゃない。あー、そうか。これでワープすればよかったな。トットテルリーの魂。どうやって手に入んだ？っていうか、カラカラカラってまだ音がしてたってことは多分まだいるんだよね。ただどこにいるのかがさ、あんまり、なんかピンと来てないっていうか。とりあえず、釣りの餌もらっとくか。キリキリムシを集めてるんだ。キリキリムシっていうのは釣りに餌のことだよ。最近めっきり少なくなってな。どこにいる？あ、いたいたいた。ちょうだい。やるじゃん。いやもう完全にさ、奪い取ってんだよね。やるじゃん。もう一個もらうね。後ろからさ、股の間に手突っ込んでガッて取ってるような感じだよね。よくないと思う、俺は。それはよくないと思うよ。なんかこの辺ででも結構聞こえるんだよね。カラカラカラって。聞こえないね。聞こえないね。気のせいだったかね。一回帰るか、じゃあ。てか、そろそろ帰んないでやばいよね。昨日でもここで昨日っていうか、聞こえたよね。あの鳥の音かな？昼しか見えることができないっていう、よりって感じだよね。見えてないもんな、実際。影は見えるって言っていいのかな？どっか止まったりしてくれれば楽なんだけどなぁ。楽っていうか、そうしないと多分取れんよな。これで多分全部集めたんじゃないかなぁ。こいつの縛った、まあ縛られるのが好きだったか。そっか。郵便受け。手紙が一通入っています。取り出しとく？親愛なるニッカ様、ついに、見たのです、神を。神はやっぱりいたのです。午後の礼拝へぜひどうぞ、あざ、あだ。礼拝？一回寝よう。で、これで、眠ろう。つよつよミネの集めたラブは全ての花粉をプンプンにしました。あ、これで全部なんだ。それもラブ、これもラブ。そして動物たちの魂からのラブです。ニョロリ、岩太郎、カイクジラ、おめでとう。つよつよミネのラブがまた一つ深まりました。これでつよつよミネはラブレベル17、愛の三冠王2ラブが必要です。まだまだ世界にはラブが散らばっていますよ。これからもたくさんラブを集めてくださいね。はーい、頑張ります。また増えたなぁ。よし、じゃあちょっとカクンテたちんとこに行きたいんだけど、どっちに行きたいの？どっちっていうか、どこっていうか。とりあえずキノコの森で
音が悪いんだよな。あの像、どうやって手に入るんだろう。なんか、いろいろ移動してるからさ、なんか、この辺まで来るのかもしれんけど。ドットテルリの魂集めたと思うんだけど、どうなんかな。その辺がまだあんまりわからんのだけど。よいしょ。っていうか、この辺になかったっけ、キノコ。キノコもまた集めないと多分もう一回儀式するんだよね。あの感じだと。どこにあんだろう。どこにあんだろうっていうか、どこにあんだっけ。カクンテ、カクンテパーマ、トナポンタ、ルインパパーマ、パナポンタ、パナンパ。やっぱこれが、カクンテ、ドマンサ、トットテルリ、ポイポイチャポンテ、ポメン。やっぱ順番はあると思うんだよね。そんな順番。何分の1だ。何分の1を引いたんだ、俺は。とりあえずあったのが、確か、一番最初、戻って、ここの、これでしょ?不思議なキノコゲット。で、ここにもあるでしょ?え、次、どこだっけ?あんの。こう言って、で、この辺ないな、みたいな感じで言ってたと思うでしょ?でしょ?っていうか、ここか。俺か。で、どこだっけ?最後の方には多分なかったんだよね。で、どっか、この辺、この辺か?この辺じゃなかったっけ?違うのか。どこだっけ?この上かな?上にあったっけ?あ、くんで、ここで、この本当。ここでもさっき見たもんな。なかったっけな。あるここ、なんかでもここあった気がするんだけどな。なかったっけ?あった。で、多分最後こっちだった気がする。で、この辺とかあった。あー、もういっぱいか、もの。ゲットできない。これ捨てよう。ストック。で、何色から食べたっけ?黒から食べたっけ?黒、違う違う。黒、で、黄色。本当に適当に食べたもんな。どんな順番だっけ?ちょっとやばいんだけど。黄色。赤だっけ?あれ?あ、いいの?あ、そっか。まだ日中だ。あ、やべえんだ、これ。これダメなんだ。日中食っちゃダメなんだ、これ。黒のキノコ、ここにあったはずだけど。ん?ここじゃねえか。あれ?ここか。ここだよね。この辺だったよね。今はダメか。今はっていうか、てか夜食う。そうだよね。夜だったよな。朝食べるとなんかあれか、やばくなるのか。穏やかじゃないな、この世界は。大丈夫だよね。復活するよね。一回出たら。しないかな。それが怖えよ。何色食べたんだっけ。黒と黄色か。黄色ってどこにあったっけ。黒があそこでしょ。で、一番最後に取ったのが白だったから、ここら辺にあるはず。あった。よしよし。そうだそうだ。夜だよ。で、黒があそこのなんか Y 字路的なとこにあるよね。よしよし。あ、ちょうどカクンテもいない。よし、とりあえずこれ食べるか。
しいのかが全然わからんよな。あんまりこうやって手当たり次第にやっていくもんじゃないんだろうなとは思うけど、なんか次のヒントがどこにあるのかもさ、全然わかんないからさ、適当でもとりあえずやってみるかの精神って大事だよね。赤だっけ？赤、緑、白とかで食べた気がする。紅白にしたいって言った割に適当になんか緑が目についたから緑食ったんだよね。順番は紅白なんだけどさ、これちゃんとしたヒントあるんだろうな、どっかにな。全然無視してるけどな。え、なに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 、怖いんだけど。実写の手を出すなよ。ええ、まだダメってこと？あ、いけたわ。いいのかよ。ダメかと思った。魂集まったんじゃないのかなと思ってんだけど、かくんてどうよ。俺集めたと思うんだけど。ぽいぽいしゃくんてとっとてるり。お前一緒に復活の儀式するか？かくんて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 ぽいぽいしゃくんてとっとてるり。テールリテールリバーマバーマストートラコクンテクルンテルリンパ。ちょっとなんかブーストされてるけど。あ、戻ってきたよ。足りてる？大丈夫？いっぱいいる。あ、その形に。これでいい。トトテルリ心みんな集まった。集まった。うんちゃらけっちゃら、うやさ。ほんといろんなゲームをさ、この運だけで乗り切んの、ほんとにやめた方がいいよな。それは思う。あー、でもシーラカンスだよね、これ多分。元気そう。キャッチできないのか。空格。うわー、めっちゃ増えた。で、どうしたらいいの。どうしたらいいの。あの解決したんでしょうか。すいません。カクンテ、お前、いいことしたと思う。だから、カクンテの秘密の場所を教えてやる。ありがとう、お前。こっち来い。なに。なんすか。うんちゃらけっちゃら。なんすか。くか。なに。ああ、いけるようになった。近道ってこと？いいとこって。え？あ、違う。なんかいける。なんかいけるぞ。あ、釣り場か、これ。あ、いいね。釣りはさっき教えてもらったからな。入ったら、釣るんだよね。全然かからんのだけど。来るか？全然ここのやつ食いつかないな。あれ、チュートリアルクジラだったのかな。これ普通に、あ、やばい。ダメか。あ、本当に連打しちゃダメなんだ、これ。
トン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 、これどういうあれなの？難しくない？ピッ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 ピーの順番じゃダメなのか。こういう感じか。結構ゆっくりめの方がいいのか。何これ？テレビ？餌がありません。はい、取ってきます。そっか。じゃあちょっと取りに行くか。なんかでもいろいろ釣れそうだったな、あそこ。いいとこ教えてもらったね。っていうか、あれなんだね。本当に、これぐらいのことしないと釣り場教えてくれないってことは絶対なんかあるよね。そっかそっか。カクンって結構助けてるからな。もうちょっとなんか見返りあってもいいんじゃないかな、という気持ちにはなっちゃうけどね。もうちょっとなんかこう、なんていうの？こちらに対してこう、もうちょっとこう、プラスはね。別に見返りのためにやってるわけじゃないんですけど、それでもなんかこう、やっぱり、欲しいじゃんね。お前もな。お前もギターばっか弾いてないで、なんか、やれ？なんかやれ？よしよし。帰ったよ。帰ってはないな。とりあえず、プンプン、プンプン坊やっていうのやめてくんない？なんか、バカにされてる気分になるからさ。トロピカルフィールドで。うん。で、ちょっと釣りの餌が欲しくて、結構、あった方がいいのかな？釣れないっていう可能性を考慮した上で、やんないとダメだな。ああ、集めてんだけど。もうやるじゃんっていうあれがいらないんだけど。はい。違う。俺はキリキリ虫が欲しいだけなのよ。キリキリ虫が欲しいだけなのよ。違う。お前じゃない。お前が拾ってるやつが欲しいんだよ。よしよし。やるじゃん。違う。キリキリ虫の話はいいから。よしよし。何匹ぐらい集めればいいんだろうな。いい、キリキリ虫は。はや。よし。やるじゃんでしょ？そっちで拾ってる間に多分こっちぐらいに湧くんじゃないか？よしよし。カンパチって言ってない？言ってるよね。カンパチだよね。あいつが拾ってる間に多分こっちぐらいに湧く。あー、くそ、キリキリ虫の話はいい。やめてくれ。俺のキリキリ虫なんだよ。おいらの宝物なんだよ。あー、くそ、キリキリ虫。こっちら辺出ないかな、そろそろ。違う。おじさんはいい。おじさんのキリキリ虫はいい。なんでさっきっていうか、今までさ、撮ってる時はさ、この、なんかおじさんを無視してさ、キリキリ虫に行けたはずなんだけどさ。これぐらいにしとっか。とりあえずこれで次回、また釣り場行って、釣りしてみましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。